コーチが選手に対して暴力行為を行ったということから始まっていると思いますが、まず選手に対してですね、指導者が暴力を行う、これはまず断じてありえないということで、これからも暴力の根絶に向けて取り組んでまいりたいと思っています。それからパワハラでございますが、パワハラに関してはいろいろ今報道を知る限りではですね、これからですね、その第三者委員会を作って、事実の究明に当たっていくということなんですが、まず協会や連盟、こういった競技団体の仕事として、選手がですね、いい環境でトレーニングを積む、これを整備することが協会、連盟の仕事でもありますので、しっかりと選手のためにですね、やっていただきたいと、このように思っています。また宮川選手の会見については、弱い立場の選手が声を出していくことは大事だと述べた上で、今後若い選手たちからの意見を SNS などを通じて相談できるような仕組みを考えていることを明らかにしました。